4号艇中村桃香選手にお話を伺います。よろしくお願いします。小島は約5年3ヶ月ぶりぐらいとかなり久々の登場になりますね。はい、はい、久しぶりです。前回のこととか覚えてらっしゃいますか？前回いや覚えてないです。はい、はい、優勝したのは覚えてるんですけど、水面の感じとかっていうのはどうですか？いやもう遥か彼方昔のことすぎてそうですね、はい。今日2走されました。はい、はい、船足の感触としてはどうだったんでしょうか？足は多分普通ですかね。うん、多分乗り心地とかはどうですか？乗り心地、まあ、入り口はかかるんですけど、そこからのターンのすごい違和感が、出口の違和感がずっとあります。明日に向けてのこの調整という部分ではどうでしょうか？そうですね、プロペラ でもうちょっと回したりしないといけないのかなとは思ってます。今日スタートの見え方ですけれども、ご自身の中ではどうでしたか？スタートはまあ勘通りです。はい、4号艇となりましたが、どういうレースをこうイメージしていかれますか？4コースちょっと苦手なんで、ちょっと一晩考えます。はいはい、では最後ファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、明日のドリーム戦頑張ります。